メディシス賞は1958年に創設されたフランスで最も権威のある文学賞の一つである。メディシス賞は1958年4月1日、画家のギャラ・バルビザント建築家、政治家のジャンピエール・ジロドによって創設された。デビューしたばかりの作家、まだ才能に見合った評価を得ていない作家、比いない作家の小説や短編集に対して与えられる。 1970年に外国小説賞が1985年に随筆賞が創設された。パリロックオデオン広場、右手の青いひさしが会場のレストラン、ラメディテラネ受賞式は、かつてはフェミナ賞と同日の11月の第1水曜に、場所も同じホテルド・クリオンで行われていたが、2008年以降、フェミナ賞受賞式の2日前、または2日後に、 オデオン広場のレストラン、ラメディテラネで行われている。2019年現在の審査員は、ミシェル・ブロードー、マリアンヌ・アルファン、マリー・ダリュセック、クリスチーヌ・ド・リボワール、ドミニック・フェルナンデス、アンヌ・ガレタ、パトリック・グランビル、アンドレー・マキーヌ、フレデリック・ミッテラン、パスカル・ローズ、アラン・ワンスタンである。1997年以降、審査委員長は、 アルファベット順で2年ごとに交代することになった公式ウェブサイトありがとうございます。